ピール地域はカナダのオンタリオ州南部に位置する地方行政区の一つ。同地域の人口は2016年統計で138万を超え、ミシサガ、ブランプトン、カレドンの3都市によって構成されている。急速に伸びている地域の一つで若年層の人口も多い。東にトロントと接しており、グレータートロントの一部を形成している。 1974年に都市化されたエリアに見合った行政サービスを提供するため、それまでの軍からより権限のある地域へと格上げされた。ピール軍の名はイギリスの19代首相サーロバート・ピール順弾者区に由来する。同地域では1996年から2001年、2001年から2006年までの人口増加率がそれぞれ16.0%、 17.2%となっており、わずか10年間で30万人に増加している。2001年から2006年までの期間、ブランプトンの人口増加率は33.3%と、人口10万人以上のカナダ国内の主要都市では、最も高い成長率を見せている。ミシサガノの伸び率も高く、ブランプトンと合わせて人口100万人を超える。 h t t p s w w w 1 2 s t a t c e n g c s a c e n s u s r e c e n s e m e n t-slash-a16-dp-pd-slash-professor-details-page.cfm lang="eand="zio1="cd&code 1>, 1イコール3521アンド中にイコール CD アンドコードにイコール3521アンドデータイコールカウントアンドサーチテキストイコールミッシュサウバーアンドサーチタイプイコールビギンズアンドサーチプレイイコールイ1アンド B 1イコールポピュレーションセンサスプロフィール2016センサスピールリージョナルミューニシパリティセンサスディビジョンオンタリオアンドピールリージョナルミューニシパリティ センサスディビジョン、オンタリオ。2020年4月16日閲覧。リージョナルミューニシパリティオブピール。マップ21から6。サザンオンタリオ。サーベイマッピングブランチ。ミニストリー・オブ・ナチュラル・リソーシズ。ガバメント・オブ・オンタリオ・カナダ。2006年7月5日。閲覧。ありがとうございます。